あ、かわいいよね。おとなしいの、本当に。かわいい。あ、ねえ、ちょっとラブの、芸をちょっと見せてもいいですか。いきますよ。ラブラブ、あ、ラブ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 、はい、おさり、おさり、ラブラブ、おさり。あ、変えられますみたいですね。最悪だね。はい。あ、だいぶ支障ないけど。え、どう？あの、お茶ですよ。あれ？嘘でしょ。あら、じゃあちょっと普通のお茶だったということで。美味しいです。いただきました。はい、サブちゃん終了です。よかった。私に対して激甘じゃん。2回ぐらい入れたんだって。お茶す、あの、やばい、あ、いや、いや、でも来る、いや、でも苦いわ、苦い、あ、私がおかしい、いや、いや、うわ、まずい、うん、苦いわ、普通に、あ、普通に苦かった。え、下の方とかがさ、苦いんじゃない、あ、そうかも、溜まってたのかもね。やば、うちらが罰ゲームってな感じになっちゃった。ねえ、美味しかったです、ありがとうございます。これ、これ、ちょっと苦い。上の方がさ、乾杯しろ、乾杯しろ。もうない。いや、これ苦っ。え、なんかね、白い粉がだって見えてたもん。これ見える、これは濁ったお茶だね。うん、濁ってはいますけれども、あら、水分補給でした。すいません。じゃあ罰ゲームはエリピオ。美味しかったです。あ、罰ゲーム辛かったな。はい、辛かったな。はい、辛かったな。おかしいな。これ苦っ。美味しいな。ちょっと待って。お腹壊しちゃうわ。ちょっと待って。結構苦いよね。あ、でうち結構さ、もともと濃いお茶めちゃめちゃ好きで、あの別に特茶飲みたくなくても特茶が好きなの。なんか濃いから、結構なんか味覚おかしいって言われた。そう、なんか苦かったんだって私の飲んだら。そう、入れて飲んだの、うちのコップに。逃げよ。じゃあ私が味覚がポンコツということで。やばい。ありがとうございます。いや結構やばいよ。ほんと、うん、え、なんかそんななんかうえーじゃないけど、普通に不愉快な苦さ。ほんと、うん、私は多いお茶かなって思った。いや、それは違う。メリークリスマスって感じだね。じゃあ、あのエリピオの元にサンタさんがね、苦くないようにしてくれた。あ、なるほど。やっぱり普段いい子だから、ね、楽しい時間は。そうね、ほんとに長くと行きたいんですけども、楽しい時間ももう残り少しになってしまいました。あおめっちゃ出てんじゃん。今来たばっかり。今来たばっかりが両方あります。ありがとうございます。ということで、ただね、私たちウィークエンジェル、はい、今活動してきて約2年半ですか、今年の、はい、来年か、来年の4月で3年、今2年半でちょっとコロナとかいろいろあったんですけど、今日ね、久しぶりにこうやってみんなの前で主催ライブができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、感謝の気持ちを込めまして、今日はこちらの曲を歌わせていただきたいと思います。笑顔でいくよ。はい、つられちゃう。愛をありがとう。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。2021年もね、止まらずに進んでいけたらいいなと思ってますので、ね、はい、またね、イベントとかは、まあ、私たちもね、できる限りでやっぱやっていこうと思ってますの で、 2021年も皆さん、はい、みっけんちらよろしくお願いします。お願いします。そして本当に本当にこの会えない期間支えていただいて本当にありがとうございました。みんなの支えがなかったら正直自粛中とかね、やっぱ YouTube って媒体もあったっていうのもあるけど、やっぱり本当に本当に会えなくてこんなに好きでいてくれることってすごいよね。で今やっぱり今日来れない方、やっぱり関西の方とかも東北とかね、北海道とかいろんな地方の方がいると思うんですけど、会えない方の気持ちもやっぱり私たちすごい汲み取ってて、まあ来てとも言えないし来ないでとも言えないし、その中でも来てくださってる方もいて、やっぱりなんかうちも辛いですよ。泣いてるから泣かないでもらい泣きする系のタイプで、やっぱりなんかね、いろんな声も聞くし、やっぱ行けなかったら行けなかったで、やっぱ悲しい気持ちもある方もいるのも分かってて、でもそういう方たちの気持ちもすごい嬉しく伝わって頑張れてるし、こうやって来てくださってる方もいなければ私たちやっぱりイベントもできないので、本当に本当に辛い時期ですけど、みんな一緒に乗り越えていきましょう、支え合ってね、はい、行きましょう。本当にありがとうございます。はい、感慨深いイベントになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。以上、ビッグエージェンでした。せーの、ごちそうさまでした。